さあ皆さん、動画で説明会行ってみたいと思います。トーイックリーディングセクション、その対策2日間合宿担当の矢田でございます。もちろんリーディングセクションでございますので、パート5、6、7、これ特化していってみたいと思います。さあパート5です。品質分野に的を絞って体系的に解説、プラス演習をすることによってですね、皆さん30問で10分以上かかっている方が大半かと思いますが、この SLC で対策をすることによって5分で駆け抜けることができるようになりますからね。とにかくスコアが上がることはもちろんですが、得スピードも速くなりますからね。そしてパート6、7、対比に注目した読解法、これが習得できますので、ケアレスミスは減ります。そしておのずと速読も可能になりますからね。そして特徴です。とにかく皆さんの要望として即スコアを上げたいという方が大半ですので、そこにつながる確固とした読解法を伝授しますからね。そして皆さんの悩みかもしれない単語の暗記の問題も解決できますからね。期待していただけるとよろしいかと思います。もちろん講義は一方通行ではなく、皆さんと私が一緒に解くことによってですね、方法論を体感していただけるよう配慮しながら授業は進みます。ですから安心していらっしゃってください。一緒に頑張りましょうね。